こんにちは。今日は変形する手裏剣を折っていきます。15センチ角の折り紙を2枚使います。まず折り紙を半分に折って、折り筋をつけ、半分にカットしていきます。もう一枚も同様に四角に半分に折り、折り筋でカットします。この2枚ずつ同じ形に折っていきます。まずはオレンジ色の方から折っていきます。白い面を上にし、細長くなるように半分に折ります。横にさらに半分に折ります。ここまではすべて同じです。他の3枚も同様に折っていきます。半分に折り、さらに半分に折ります。もう一色の方の折り紙も同じように折っていきます。ここからこちらとこちらで折り方を少し変えていきます。まずは左側を上に半分の折り線のところまで折ります。今度は右側を下に半分の折り線のところまで折ります。できたら裏返し、右上の角を三角に折ります。今度は左下の角を三角に折ります。できたらここのラインとこのラインで折ります。これで1枚出来上がりです。もう一度同じように折っていきます。
左側を上に折ります。右側を下向きに折ります。裏返して右上を三角に折ります。今度は左下を三角に折ります。さらに線のところで折ります。同じものが2つできました。もう一色の方を折っていきます。次は反対に左側を下向きに真ん中の線まで折ります。右側を上向きに真ん中の線まで折ります。右上の角を三角に折ります。ここはひっくり返せません。左下の角を三角に折ります。このラインで折ります。できました。もう1枚折っていきます。左側を下向きに折ります。右側を上向きに折ります。ひっくり返さずに右上の角を三角に折ります。左下の角を三角に折ります。このラインでもう一度折ります。これでパーツが出来上がりました。これを組み立てていきます。十字になるように重ねます。下になっている方の折り紙の先を折ります。順番に時計回りに折って、最後はここに入れ込んでください。片面が出来上がりました。反対側を作っていきます。こちらどちらのパーツでも構いません。全部折った形にし、この隙間に通してください。この部分を引っ張り出します。もう一色の方を十字になるように重ね、下になっている方の先を折ります。時計回りに折っていきます。最後に折
残ったところを差し込みます。これで変形手裏剣の完成です。変形手裏剣、少しややこしいですが、覚えてしまえば量産できるようになります。ぜひ作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。